バヌアツ共和国と茨城の親善観光大使を務める相川理恵さんが2つの国の小学校をビデオレターでつなぐ国際交流プロジェクト。茨城県牛久市出身の相川理恵です。現在茨城大使を務めています。私のこと、あ、見たことあるかもって思った方もいらっしゃるかもしれませんが、私は元フジテレビでアナウンサーをしていまして、タモリさんの横で笑っていいともで電話をかけたりしていました。テレフォンアナウンサーをやっていました。現在はですね、バヌアツ共和国というところに住んでいます。バヌアツってどこにあるかご存知でしょうか？南太平洋の島でして、ニューカレドニアとかフィジーとかのそばにあるんですね。一年中夏であったかくていいところですよ。日本から南におよそ6000キロ離れた南太平洋上、80余りの島が集まった国、バヌアツ共和国です。人口はおよそ24万人。これは水戸市の人口とほとんど同じです。言葉は現地語のイスラマ語という言葉ですが、英語とフランス語も使われています。またバンジージャンプ発祥の国でもあるんです。ここはバヌアツの首都のポートビラです。ポートビラはバヌアツで一番栄えているところなんです。こう見てみても分かるようにお店や車ですね、車もたくさん通っています。ここでは日本とそんなに変わらない生活ができます。今から行く曲がり流の小学校はここから北に向かいます。バヌアツの首都ポートビラのあるエファテ島、相川さんが向かう曲がり流村はエファテ島の北に位置する小さな村。10分も車を走らせるとこんなにのどかな景色になります。あそこに島があります。これ帽子の形をしている島、わかりますか？これはハットアイランドと言いまして、世界遺産に登録されています。バヌアツには信号機が一つもありません。道をひたすらまっすぐ行くこと数十キロ。曲がり流の標識から先は電線がないように電気も通っていないところなんです。曲がり流小学校到着しました。看板が見えます。曲がり流小学校、こちらが曲がり流小学校。全校生徒の人数は73人。2学年ごと1クラス、全部で3つのクラスしかありません。こちらのお部屋が 1,2 年生のクラスです。合同で授業しています。今やっているのが数学ですね。数学の授業をしています。日本と同じように生徒たちは机に座り、先生が黒板を使って教える授業スタイル。手を挙げてみんなの前で問題を解いたりするところも日本と同じです。ただ日本と違っている点が、この学校教科書がないんですよね。ノートだけ先生が教えてくれたけど、ノートにみんな一生懸命書き留めています。相川さんも授業に参加させてもらいました。日本の数字の読み方を教えてあげたところ、皆さん大変喜んでいました。授業の科目は算数、理科、美術、フランス語、農業、体育などです。この日行われていた体育の授業ではホッケーを生徒たちに教えていました。そして昼休みです。ここにも日本との違いが。それは生徒がみんな自宅に帰ることです。バヌアツでは給食がないため、自宅でゆっくりとお昼ご飯休憩を楽しみます。
を知らせるチャイムは校庭にある鐘を生徒自らが鳴らします。年間スケジュールは1学期3、4ヶ月ごとの3学期制で日本の学校と同じですが、冬の時期にはなんと3ヶ月近くの長いお休みがあるんです。これから日本との交流が始まりますけれども、どんなことをしたいのかちょっと聞いてみましょうね。次回のバヌアツ牛久第二小国際交流プロジェクトでは、曲がり流小学校の様子を牛久第二小の生徒たちに見てもらいます。果たして子どもたちの反応は。